どうもこんにちは、高博です。今回はディズニーリゾートオフィシャルホテルの一つ、グランド日光東京ベイ舞浜に宿泊してきた時の動画になります。この動画ではホテル全体の様子やお部屋の紹介、ディナーや朝食ビュッフェなどまとめて紹介していくので、今後泊まりで東京ディズニーリゾートへ行かれる予定のある方は参考の一つにしていただけたら幸いです。今回もよかったら最後まで見ていってください。グランド日光東京ベイ舞浜に到着しました。屋内は吹き抜けになっていて、自然光が降り注ぐような形になっています。なんか館内にいるのに外を歩いているような感覚になります。ロビー会の様子はまた後ほど詳しく紹介しますので、まずはチェックインをしてお部屋に向かいたいと思います。今回は7階のフロアに泊まります。この7階はレインボーフロアといって、海と太陽がテーマになっているらしいです。ちなみにグランド日光東京ベイは地上12階建てのホテルとなります。お部屋に到着しました。早速入っていきたいと思います。
それではここでホテルまでのアクセスについてお話ししたいと思います。まず舞浜駅からホテルまでに行き方としては主に2つあり、今回自分はそのうちの無料シャトルバスを利用してホテルまで行きました。舞浜駅の改札を出たら1階に降りてバス乗り場がある奥の方まで進みます。するとグランド日光行きのバス停があるので、そこから乗ることができます。所要時間としてはだいたい5分ほどでホテルまで到着しました。オフィシャルホテルならではのミッキーがデザインのバスなので、利用したことがない方はぜひ一度乗ってみてください。ミッキーも喋ってくれます。そしてもう一つの方法としては、ディズニーリゾートラインに乗ってベイサイドステーションで降りてホテルまで徒歩、もしくはそこからさらに送迎バスで向かうといった方法です。こちらはリゾートラインに乗るのにお金がかかるのと所要時間も長く、さらにベイサイドステーションから少し歩くかシャトルバスに乗り換えるといった必要があるので、お金と手間がかかります。なので基本的には舞浜駅から直のシャトルバスに乗ることをお勧めしますが、もし年に1回とか、もしくはそれ以上めったにディズニーリゾートへ来られることがない方は、記念に一度リゾートラインに乗ってみても楽しいかもしれません。リゾートラインから見る景色もとても楽しいのでおすすめです。ぜひお好きな方法でホテルへ向かってみてください。そして今舞浜駅からホテルへのアクセスについては話したのですが、ではホテルからパーク間のアクセスはどういった方法になるのかというと、まずホテルから各パークへ直で行けるシャトルバスといったものはありません。そのため先ほどお話しした舞浜駅からホテル間のシャトルバス、ベイサイドステーションからホテル間のシャトルバス、そしてディズニーリゾートライン、これらを駆使して移動する必要がありますのでご注意ください。言葉で説明しているとなんかややこしいですが、アクセスについては公式ホームページ等を見ればわかりやすくまとめられているので、ぜひそちらをご覧ください。それでは館内を紹介したいと思います。この建物は1階2階が宴会場やウェディングなどが主で、3階が先ほどチェックインを行ったメインロビーになります。夜になると館内も夜の街並みの雰囲気になっていて素敵でした。少し歩くとショップなどもあります。こちらはディズニーリゾートのグッズを扱うディズニーファンタジーになります。こちらはアートギャラリーエドムといって、ディズニーのアート作品や絵画やフィギュアを扱ったお店になります。そしてこちらがファーストショップ、いわゆるコンビニです。夜の23時まで開いているそうです。 ATM もありました。それでは夜ご飯を食べに行きたいと思います。ホテルの中にあるレストランは1箇所でロビー階にあります。こちらのル・ジャルダンというレストランで食事ができます。朝食、ランチ、ディナーでメニューラインナップが変わります。今回自分はローストビーフプレート2900円を注文しました。2月20日から3000円に変更になるそうなのでご注意ください。実際に食べてみてとても美味しかったです。というかもうめちゃくちゃ美味しくてびっくりしました。ローストビーフは脂身が少なめで肉厚なのですが、それでも程よく柔らかくてさっぱりとしつつ食べやすかったです。
僕自身脂身もそこそこあって割と薄切りなトロトロなタイプのローストビーフもすごく好きなのですが、それだとまあちょっと脂っこくて量はあまり食べられなかったりします。ただこのローストビーフはこのプレートに乗っている量全て食べても重たくなく、むしろ足りないぐらいでした。半熟卵も乗っていたり、わさびも添えてあったりと、味変を楽しみながらペロッと食べてしまいました。ホテルのレストランですが、そこまでかしこまった雰囲気ではなく、カフェのような感覚で、メニューもコースやビュッフェではなく、プレートになっているのが個人的にお手軽でいいなと思いました。こちらのディナーはラストオーダーが22時で、18時から22時半まで営業しているので、行かれた際はぜひ利用してみてください。サーロイングリルステーキも美味しいという話を聞いたので、今度はそちらも食べてみたいと思います。それでは今日は寝たいと思います。おやすみなさい。それでは今回もコンセントの数を数えたいと思います。まずは洗面所に1箇所、ベッドの横に2つ、テレビの下にコンセントが1つ、USB が1つ、加湿器用ですが加湿器横に1つ、枕元にコンセントと USB が2つずつ、ポットの後ろに1つ、内線電話の脇に USB が1つ、そしてカーテン横に2つありました。合計でコンセントは10箇所、USB は4箇所になります。それでは朝食ビュッフェに行きたいと思うのですが、ここで皆さんに謝らないといけないことがあります。この後朝食で食べているシーンを撮影したのですが、その後に手違いで撮影データを削除してしまいました。昨夜の段階で一度撮影データをパソコンに移していたので、ここまではなんとかデータが残っていたのですが、寝てから朝食シーンまでは移していなかったので、このような結果となりました。つまり先ほどの寝るシーンは朝起きてから撮っています。で、ただビュッフェ会場のビュッフェ台はスマホで撮影をしていたので、データは残っていてメニューラインナップは見ていただけるかと思います。自分が撮ってきたメニューや食べているシーンはちょっと残っていないので、そこだけご了承ください。ビュッフェ台を見ていただきながら軽く紹介したいと思います。朝食会場は昨夜と同じくル・ジャルダンになります。ではビュッフェ台をざっと見ていきます。もう本当に種類の豊富さにびっくりしました。朝食にもかかわらず和洋中様々なメニューがあって、もう普通にランチビュッフェとかに来ている気分でした。オーソドックスな朝食メニューもあれば、もつ煮込みやスペアリブなどもありました。
そして何といってもその場で焼いてくれるオムレツは中にたっぷりチーズを入れてくれたり野菜を入れてくれたり、そのままプレーンで食べることもできます。これがもう本当にチーズをたっぷり入れてくれるのでトロトロで美味しかったです。そしてこんな感じでお子様メニュー専用のビュッフェ台もありました。そしてこちらではおにぎりを握ってくれていて、鮭、明太子、梅から選べます。自分は明太子を食べたのですがとても美味しかったです。ということで朝食も大満足でした。実際に取ってきたメニューを皆さんにお見せすることができなくて残念だったのですが、もう本当にメニューがたくさんあってお腹いっぱいになるまで食べちゃいました。今度また宿泊した時はしっかりとお見せできればいいなと思います。それでは今回のお部屋についてや金額、プラン、宿泊した日にちについてお話ししたいと思います。今回は楽天トラベルから予約をしました。予約をしたプランがリニューアル、ガーデンフロア、朝食付き、入園保証なしといったプランで一人で宿泊しまして、金額が 27,000円になります。で、ただプラン名にガーデンフロアというお部屋のフロア名がついているのですが、今回お部屋に空きがあったみたいで、当日無料でグレードアップをしてくれました。本来であれば4階から6階のフロアがガーデンフロアなのですが、この日は7階のレインボーフロアにグレードアップをしてくれました。そしてもともとユニットバスのお部屋だったのもグレードアップをしてくれたことによりバストイレ別のお部屋になりました。なので今回紹介しているプラン名と金額ですと基本はユニットバスになると認識していただけたらと思います。そして宿泊した日にちが2024年1月30日火曜日から2024年1月31日水曜日になります。平日だったので比較的空きがあってグレードアップもしてもらえたのかなと思います。実際に宿泊してみての感想はとても良かったです。正直宿泊する前はリゾートラインのベイサイドステーションから結構距離があるイメージでパークへの行き方が大変そうだなと思っていたのですが、歩いて行っても思ったほどの距離がなく、歩かなくてもベイサイドステーション行きへの送迎バスもあるので全く不便ではないなと思いました。あとはこれは泊まった時期にもよるかとは思うのですが、館内が比較的静かで落ち着いていて、夕食も朝食も一切待ち時間がなく快適に利用できたのと、朝食ビュッフェ利用時もゲストが多すぎず、かつそもそもビュッフェのバリエーションが多いのでビュッフェ台が混雑することなくスムーズにお料理を取ってくることができました。結構このホテルによっては朝食は混雑していてメニューのバリエーションが少ないと料理を取ってくるだけで結構な時間がかかってしまうことがあります。なので朝食を大事にしている自分にとってはそれがとても良かったです。あとは館内の屋内なのに外の街を歩いているような雰囲気もとても好みで、食事を利用したりソファーで少しくつろいでいる時もとても落ち着きました。お値段もディズニーオフィシャルホテルの割にそこまで高くなく、オフィシャルホテルならではの舞浜駅から荷物を無料で運んでもらえるサービスなど諸々充実していて便利なのではないかなと思います。そしてあとは思っていた以上に1日目の夜に食べたローストビーフが美味しすぎて、ここでまた他のメニューも食べてみたくなりました。このレストランはまた利用しに行きたいと思います。ぜひコメントでグランド日光東京ベイに宿泊されたことのある方はその時の感想を教えていただけたら嬉しいです。自分は今回一人で宿泊してこのような感想だったのですが、人によっては家族でお子さん連れで宿泊されたり、カップルで宿泊される方、もしくは友達同士で大人数で宿泊される方、様々な方がいる中でその人によって気になる点や良かった点などは変わってくるかと思います。ぜひ様々なご意見や感想をお待ちしております。この動画をご覧になった皆さんも視聴者の皆さんのコメント欄も参考にしていただけたらと思います。とにかく自分はとても満足に2日間過ごすことができました。また宿泊しに行きたいと思います。
ということで、グランド日光東京ベイ舞浜に宿泊してまいりました。久々のオフィシャルホテル宿泊でとても満喫できました。先ほどもお伝えしたようにとても良かったです。オフィシャルホテルならではの特典を受けられたり、美味しいお料理、バリエーション豊かな朝食ブッフェ、開放的なロビーと魅力的な要素がたくさん詰まっています。ぜひ利用してみてください。そして本当は1月はディズニーランドホテルあたりに宿泊したいなと思っていたのですが、予定が合わなかったり予約を取り逃したりと実現ができませんでした。またどこかのタイミングでリベンジしたいと思います。これまで様々なディズニーオフィシャルホテルを宿泊してきまして、まだ宿泊をしていないのが東京ベイ舞浜ホテルとシラトングランデ東京ベイホテルの2つとなりました。ぜひコメントで次はどちらのホテルが見たいか教えてください。皆さんのご意見を参考にさせていただきます。またオフィシャルホテルに限らず動画で見たいホテルがありましたらコメントで教えていただけたら嬉しいです。一度紹介したホテルも以前紹介してから期間が経っていたら変わっている部分もあると思うので、再度泊まってみようかなと思います。その他たくさんコメントお待ちしております。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そして X や Instagram、サブチャンネルもやっているので、こちらもぜひ概要欄からチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。